共通テストの思考調査と大きく違います。単語の丸暗記、これがもう通用しないよ。どうも、パサボのくまたんです。今回の動画は最短攻略、夏休みにやるべき共通テスト、日本史対策ということでやっていきたいと思います。今回ですね、この動画を作るにあたって実際に僕、2021年、1月に行った日本史、共通テストの日本史ですね、実際に解いてみたんですが、しっかり60分測って、100点取れたんですが、そんな僕日本史結構得意なんですね。センターでも日本史世界史、実際受験生の頃100点100点で、東大でも、60点中50点日本史取れたんですが、そんな僕が、解いてみて、実際に共通テストを解いてみて、感じたところ、結構センター試験と違うところあるな、あるいはセンター試験よりおやりやすいんじゃないかって思う部分が見つかったので、ぜひそれを皆さんにお伝えして、今から対策すれば日本史十分得点源になります。特に僕は今回の動画、理系の方に聞いていただきたいです。早速冒頭からちょっと告知になっちゃうんですが、こちらですね、7月31日、勉強ライブやりたいと思います。僕自身初めてなんですが、こんだけ長い勉強ライブ、朝の11時から20時までやりたいと思います。9時間のライブですね。僕はこれぶっ続けで日本史やりたいと思います。日本史の通信全部終わらせられたらなと思ってます。なのでぜひ皆さん、この動画を見た皆さんはぜひ7月31日11時から一緒に勉強しましょう。そして、この動画、高評価1000を超えたら、2021年の手元解説をやりたいと思ってるので、ぜひ高評価よろしくお願いします。それでは行きましょう、レッツゴー。ということで、やっていきたいんですが、今回観客にヨスケをお呼びしました。はい、どうも皆さんこんにちは、ヨスケです。ヨスケが来てくれたんですが、ここで、日本史本編に入る前に、くまたんクイズということで、一人もいないかもしれませんが、くまたんのファンだよという方にお伝えします。今回から僕の変わったところがあります。どこでしょう。正解は3代目になりました。ついに頭を変えることができました。これ3代目ですね。これからよろしくお願いします。早速内容に入っていきたいと思います。早速ですが、共通テスト、日本史ほにゃららほにゃらら科目ということで書いてあるんですが、ヨスケ、共通テスト日本史ほにゃらほにゃら科目なんでしょう。やっぱり頭を使う科目なんじゃないですか。なんで、勉強なんでね、当たり前なんですけど、はい、こちらです。ちょっと小さくなっちゃったんですが、コスパの良い、そして理系に優しい科目なんですね。なんでかわかりますか。やっぱ比較的こう過去問とかやってきゃいいんじゃないですか、この後。この答えは動画の最後でわかります。はい、じゃあやっていきたいと思います。はい、まず一つ目、センター試験との違いって書いてあるんですが、おそらく皆さん思考調査解いたことあるかな、見たことあるかなと思うんですね。で、実際に、2021年に行われた日本史、共通テストの日本史見てみると、実は共通テストの思考調査と大きく違います。より近いのはこっちです。センター試験に形式としては実際蓋を開けてみたら近かった。なので今回はセンター試験との違いについてフォーカスして見ていきたいと思います。正直言って共通テストって、2021年から始まった試験ですよね。なので過去問っていうのがある意味1年分しかない。なので絶対に次もセンター試験と似るとは限りません。なのでしっかりと思考調査も解いておくべきです。それを踏まえてやっていきたいと思います。はい、センター試験との違い、設問数36個ありました。よしけ、これ何個になったと思いますか。何個になった。30個ぐらいだったんですか。惜しいのやめてもらいたいね。32個。そんなに惜しくなくないですか。少なくなりました。ただですよ、これ僕の体感なんですが、時間は、センター試験の頃と一緒で60分で、32台解くんですが、共通テスト32台減ったから意外と時間早く終わるんじゃないかと思いません。はいはいはい。僕センター試験の頃は、日本史大体20分ぐらいで終わってたんですね。ただ今回解いてみたら予想以上に時間がかかりました。そんな図がこの後あるんですが、じゃあ続いて単語問題、センター試験の頃は6個ありました。何個になったと思いますか。そうですね、増えたんじゃないですか。10個ぐらいになったんじゃないですか。はい、違います。あ、違うんですか。大きく×です。はい、答えは1個です。激減しました。これ僕が数えてるのでちょっと少々間違いあるかもしれないんですが、1個になりました。この単語問題ってどういう問題かっていうと、段落があって、その中で空欄が開けられて、そこに当てはめるっていう単語、ただ単語を当てはめるだけの問題。これセンター試験2020年の問題比較してるんですが、センター試験2020年の問題では、この段落、単語を当てはめる問題が6個あったにもかかわらず、共通テストでは1個と少なくなってしまった。これが意図しているところは何かっていうと、単語の丸暗記、これがもう通用しないよ。なので、単語の丸暗記ばっかりやってる人、それはもうやめましょうっていうことを言ってるんですね。
はい、続いて、資料読み取り問題。センター試験2020年は7個ありました。まあ古文みたいな問題ですね。そういう問題が、7個ありました。共通テスト2021年何個あったでしょう。よすけ何個だと思いますか。もう設問数が32個で単語問題が1個と、はい、31個だったんじゃないですか全部それ以外全部それ以外も、はい、でもそう言ってもある意味過言ではないんじゃないかなと思います。数えた限り16個ありました。お、冗談で言った間に多かったまあ半分ぐらい、もう32個中半分ぐらいもう資料の読み取りなんだと。これ何を意図してるかっていう と、資料の読み取り問題がもう半分ぐらいなってるんですね。なのでしっかりと問題文を読めば解けるよって問題がかなり増えてる。ただもう丸暗記問題はもう少なくなってるよ。だから重要視すべきのはしっかりと資料を読み取る力っていうのをつけなきゃいけない。そのためにどう対策していくかに関してなんですが、一言で言っちゃえばこうです。時代の特徴を抑え、この時代の文化はこういうことだったよね、政治はこういうことだったよね、この時代の、文化、政治、経済はこんな感じだったよねっていう大雑把に抑えること、それがこの共通テスト2021年では大事になってきてる。だからそれを抑えながら次にこの対策方法を見ていきたいと思います。対策方法を見ていくんですが、一問一答中心、教科書中心、よすけ選手どっちだと思いますか。今後の日本史の対策の仕方、やっぱり一問一答なんじゃないですか。なんだかんだなんだかんだ一問一答だと思うじゃないですか、はい、でもこれ見てくださいよ、単語の暗記×だからやるべきなのは教科書ですね。はい、その通り、教科書中心にやっていかないといけないということなんですね。まあそれを踏まえた上で、じゃあセンター試験で解いてみてほしいんですが、そのセンター試験で50点以下の人、50点以上の人に分けて対策方法を話していきたいと思います。じゃあまずセンター試験50点以下の人は何をやるべきだと思いますか。そうですね、やっぱ資料問題がすごい増えてるということなので、はい、それはなんか身近なの資料館みたいなとこ行ってみるんじゃないですかね。資料館行ってみる、はい、確かに。あ、今ねちょっとコロナウイルスで大勢なとこ行けないですから、はい、まあ、ただまあ資料館人少ないですから。そうです、ね、確かにいいかもしれない、はい、おい時間無駄にしてるぞ、そんなことやってる暇はない。なのでやるべきなのは、はい、まずは、通史、一通りですね、日本史の流れっていうのが、まあ、多分あまり頭に入ってない状態だと思う。なので一通り教科書や参考書ですね、後々おすすめの参考書紹介しますから、まあ、そういうのを使ってやってみるといいと思います。プラスアルファやることがあります。それがセンター大問対策なんですね。まあ先ほど、センター試験と比べた時にお話ししなかったんですが、共通テストのセンター試験も大問ごとに出る時代が決まってます。第1問に関しては、時代を横断した、テーマ詞っていうのが出ます。ただ第2問以降は原始古代あるいは中世というふうにもうブロックごとに分かれてるんですね。なので自分の、苦手な大問から対策をしていくべきだと思います。そのですね、苦手な大問っていうのを、まあ、例えば5年分連続でやってみるとかですね、そういうふうに対策するのがいいかなと思います。続いてセンター50点以上の人に、じゃあ対策どうやればいいと思いますか。そうです、選手50点以上取ってますもんね。はい、50、そういう資料とかなんか昔のやつをそう文献を復唱してあげてみて、なんかそれを深く研究してみればいいんじゃないでしょうか。はい、大学教授みたいなことをやれと、はい、そういうことを言ってるわけですが、まあ、確かに大学教授みたいになればですね、まあ共通テストはもうちょちょいのちょいだと、はい、まあ、確かにそうすれば点は取れます。ただそんな時間は受験生ありません。というのも理系の皆さんに特に発信してますから、ありません。じゃあ何をやるか、これですね、もう簡単です、センターを通して10年分、片っ端から、解いてください。それで出た問題の復習を徹底的にやる、1年分解いたら例えば1年分60分ですが、2時間3時間かけてもいいです。なのでしっかりと消化できるまでやってください。まあそれがたとえ消化できないから2年分3年分になっちゃった、それでもいいです。ただしっかりと消化しきることが大事ですので、復習に力を入れてやる、分からなかったことは、教科書に書き込んどくとか、分からない問題は一元化しておくようにして対策するのがいいかなと思います。これがセンター50点以下、50点以上で対策が変わってくる。センター50点以下の人は教科書頭に入ってませんから一通り読む。そしてセンターの苦手な大問を一つの大問に特化して3年分4年分解いてみる。50点以上の人はセンターを10年分ぐらい解いてみて、一通りやって復習に力を入れて演習していくということが対策方法になります。では、最後ですね、おすすめ参考書を紹介していきたいと思います。参考書持ってきました、まあ50点以下の人におすすめな教科書なんですが、よすけって地歴何使ってました、受験生の頃。まあ地歴は僕は世界史でしたね。世界史ですか、はい、世界史教科書多分山川あったと思うんですね、青いやつ、はい、僕もやってました、はい、教科書どうですか、読みやすかったですか、読みにくいですか。最初は読みにくいじゃないですか。そうですよね、読みにくいですよね、はい、なので50点以下の人にも読みやすいように当時の金谷先生ですね、金谷の日本史なぜと流れが分かる本っていうのがあります。こういうので読みやすくなってるので、こっから始めてみるのもいいかなと思います。それがまあ参考書教科書シリーズですね。続いてセンター大問対策って言ってるわけですから、こちらですね、まあ、過去問、黒本と呼ばれるもの、解説が詳しいものがいいと思います。まあこれも終わっちゃったよとしたら、2020年度共通テスト対策問題集日本史 B っていうのをやってみるといいかなと思います。
以上がですね、まあおすすめ参考書だったわけですが、はい、最初も言った通り、まあ共通テスト過去問1年分しかありません。なので、まあいかにどうやって対策していくか難しい科目だと思うんですが、まあ基本的にはセンター試験と似てる。なのでセンター試験を中心として使ってほしいんですが、まあただですよ、過去問1年分しかありませんから、もしかしたら今年、今年度の共通テストは思考調査に寄せてくるかもしれない。なのでしっかりと思考調査の対策、まあ見ておくといいかなと思います。ここまで、よすけ聞いてくれたけれども、はい、どうですか、感想。そうですね。まあ冒頭で理系に優しいとかコスパにいいっていうのがね、はい、お話があったんですけど、やっぱこう単語の学ぶ気が減って、こう時代の特徴を抑えて、でまあ資料の読み取りをやっていくっていうのがやっぱこう頭を使うなっていう印象がね、ものすごく強かったので、まあそういった意味でやっぱ理系に優しいのかなというのはすごい僕も感じました。素晴らしいフォローです。はい、最初のですね、まあ回収するって言ったのがね、まさにそうです。まあ学ぶ気が減るってことはですね、負担も減ります。なのでしっかりと教科書、まあ参考書を読んで流れを一旦抑えてしまえば全然怖くない科目なんだよ。そこでコスパのいい理系に優しい科目って言ったわけですね。はい、よすけありがとうございます、はい、では最後にですね、まあ最後告知させてもらいたいんですが、7月31日、勉強ライブやります。僕が、やります。11時から20時ぜひとも参加してください。僕は、日本史やりたいと思います。そして、この動画高評価1000を超えたら2021年の共通テスト日本史手元解説やりたいと思うので、ぜひ高評価チャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバーイ。バイバイ。みんないつもパスチャレを解いてくれてありがとう。僕らもね、みんなが楽しいって言ってくれてね、作り合いが本当にあります。本日も難しい問題を用意したので解いてみてください。概要欄でチェック。バイバイ。東大生100人にちょっと一番聞きたかった質問を、はいはい、まあ、それということなんですけれども、ちなみに沼田君はノーコメント。